サウンド360チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。音響効果のプロが世代別におすすめの1曲を紹介するコーナー、音かじり。今回20代の僕がおすすめする1曲はこちら、メガ長めさんのその電車中津止まりにつきです。この曲はボカロ曲なんですけれども、作詞作曲されているメガ長めさんは昨年の10月からボカロ×鉄道をコンセプトにした曲をクリエイトしておられるボカロ P さんです。ちなみにメガ長めさん自身は乗り鉄らしいですね。曲の紹介の前に曲名にもなっている中津止まりの電車について簡単に説明します。路線は地下鉄の大阪メトロ御堂筋線です。そして千里中央方面に行く電車の中にその中津行きが存在します。しかしそもそも中津で降りる人自体あまり多くありません。そのためその先の千里中央や江坂に帰れない、新幹線に乗りたいのに新大阪まで行かないといったことから、大阪の方はもちろん今や全国レベルでも最も有名な一番来てほしくない行き先の代名詞とも言える存在になってしまいました。そんな普段は目の敵にされる中津行きを舞台にしたこの曲、曲調はゆったりとした R&B 風味のバラード曲です。そして曲の至る所に散りばめられた大阪メトロの電車の接近音や発車音のメロディーも大きな魅力の一つです。イントロを聴いただけでも駅内のアナウンスが聞こえてきそうになります。次は歌詞についてです。この曲は彼氏目線で描かれるカップルの物語です。1番では心斎橋から駅へと向かう2人が描かれています。サビに行きたくないな、君と僕を隔てる500キロがという歌詞があるのですが、この500キロというのはだいたい大阪から東京もしくは博多までの距離みたいですね。なので彼氏は何らかの事情で新大阪から新幹線に乗り、彼女と離れ離れにならなければいけないようです。離れたくないけど行かなければならない、その切ない気持ちや不安な気持ちがぐっさりと伝わってくる一番になっています。2番では駅に着き御堂筋線に乗った様子が描かれています。梅田でやたら人が降りると思ったら実は中津行きだった、大阪の方なら経験したことがある人も多いのではないでしょうか。しかし2人にとっては少しでも多く一緒にいられる大切な時間です。目的地の新大阪まであと2駅という位置にある中津、サビではそんな目的地まであと少しでたどり着けない中津行きと、ずっと一緒にいたい、そんな思いをあと一歩伝えられない、迷いためらう彼氏の気持ちを照らし合わせて歌われています。そして曲の最後にはそんなあと一歩を踏み出した彼女への思いを、守るよ最後の終点までと歌い締めくくられます。すごくドラマチックで温かい気持ちになりますよね。ところどころで歌われている2人の関西弁のセリフも心にグッとくるものがあります。大阪メトロを利用したことがある人ならこの情景がよりリアルに想像できて引き込まれてしまうのではないでしょうか。またこの2人のように遠距離恋愛をしている、好きな人と離れ離れになっているといった人にも刺さる一曲だと思います。いかがだったでしょうか。普段目の敵にされる中津行きは実はこんな温かなエピソードを生んでいるのかもしれませんね。まだまだ語り足りないんですけれども、長くなってしまうのでぜひ実際に皆さんで聴いていただいてこの曲を感じ取っていただけたらなと思います。著作権の都合で曲は流せないので概要欄の方に曲のリンクを貼っています。またボーカロイドの声があまり得意ではないよという方のためにメガテラゼロさんという、ね、方がカバーしておられるバージョンのリンクも貼っておこうと思います。僕の好きな歌い手の一人で、すごくパワフルで歌詞が心の奥底に届くようなそんな歌声をされている方なので、ぜひそちらもお聴きください。それでは次回の音かじりでお会いしましょう。